ねえねえ、最近何にハマってるだにゃん？え、俺？そうやな、最近な、大学は休みになったんで、よく昼飯を食いに三地下でうろうろしてるのにハマってるわん。三地下でうろうろにゃ？三地下にはね、おいしいものがいっぱいあるわん。にゃんと。俺が飯が唯一の楽しみわん。これしか楽しみがないわん。そしたら休日は何してるにゃ？休日はな、私が大得意な水泳をやってるわん。ちょ、結構泳げるにゃん。当たり前わん。犬かきで私は1キロ泳げるわん。1キロもにゃん。トライアスロン出ようかなと思ってるわん。それは言い過ぎだにゃん。言い過ぎじゃないわん。マジわん。マジワンワンワンタンメン。どうでもいいかそんなことは。ところで、なんでこんな格好してるにゃん。今日はね、僕らに関わるのがテーマなんだわん。ものしりサンデー。人間のパートナー的存在として一緒に暮らしてきたペット、特に犬や猫はペットの代表的な動物ですね。現在日本では犬と猫だけでおよそ2000万頭飼育されていると言われています。根強いペットブームが続いていると言っても過言ではないでしょう。うちの家にもいますよ、柴犬のクッキーが。もう10歳ですよ。超わがままですよ。最近ますます態度がでかくなってますからね。いろんなとこでも家占領しまくりですよ。まあ、いろんなとこで寝て。犬や猫にかかる1ヶ月の費用はだいたい犬8136円、猫5435円と言われています。費用はほとんど、そう、ペットフード。現在ペットフードの市場規模は上昇傾向にあり、激しい競争が繰り広げられています。そんな業界に一風変わったペットフードを製造販売し注目を浴びる企業が。やってきたのは3週連続で淡路島。その会社は由良港の目の前に。1963年創業の武田食品冷凍。こちらの会社、マダイの天日干しや佃煮、煮魚などの商品を販売製造もする水産加工食品製造会社なのですが、去年9月にペットフード業界に参入。そもそもペットフードは一般的に肉、米、小麦などを使っていますが、こちらでは魚を使っています。しかも魚といっても、これなんです。それ何ですか？サメ。サメが原料なんですか？サメとかエイとかが原料になってます。サメやって原料になるんですね。なるんやろな。ええとこに目つけたな、これすごいな。どうしてサメやエイを使ったの？もともとはね、漁師さんたちの会で、網に入ってくるサメとかエイが引き取り手がないっていうことから始まって、それなんとか商品化してもらえへんやろうかっていうのが最初のきっかけなんですね。由良港や岩屋港では大量に網にかかる魚が、それがサメとエイでした。味は美味しい魚でしたが、なかなか食卓に並ぶことはなく捨てられるサメとエイ。実は捨てられるのには大きな訳が。すぐ食べるんだったら問題ないんですけれども、加工とかするのに時間が経ってしまうとアンモニアの匂いがかなり出てくると。時間が経つと出るサメやエイの独特の匂いを何とかできないかと、地元の水産加工会社や漁師たちはこの問題を考えました。そこで立ち上がったのが武田食品冷凍でした。ある水産業者さんが、武田さんとこの水にさらしたらもしかして匂い消えるかもねってぼそっとつぶやいたんですね。で、じゃあやってみようかっていうことになって、でやってみたら実際匂いが消えてしまったと。全く匂いがしないのが分かったんです。武田さんの水とは、それは無菌軟水。武田食品冷凍は煮魚、佃煮などの製造に使う調味料は無添加にこだわっていました。そして次に目をつけたのは水。
イカナゴなどの小魚の鮮度の維持に軟水が適していたことから無菌軟水を開発し、およそ30年前からこの水を使い続けています。水道水を軟水に変えて、でこういうタンクが4つあるんです。でこの中にセラミックが入ってて、この中を通った水がここで循環されるんですね。でここで粒子を細かい水にして、で、まあ、水に力を持たすという工程があるんですよね。この巨大装置で水道水のカルシウムやマグネシウムを少なくし、続いて無菌軟水へと変化させていきます。この無菌軟水にサメやエイを一定時間さらすことで匂いを消すことに成功。これによりサメ、エイの加工の道が開けました。そして偶然ペットフード問屋から魚を原料とする新しいペットフードを作ってほしいという声から商品開発に取り組みました。このペットフード開発に地元の人は、漁師さんも今までその捨てた田んぼごみが例えば小遣い銭ですかになったら ありがたいかと思います。実際にものづくりを見てみよう。まずはこちらのサメエイジャーキーから。これが全部エイとサメです。このマイナス18度の巨大冷凍庫の中にはたくさんのサメやエイが眠っています。そしてこちらを海水で解凍。解凍が終わればいよいよさばいていきます。あれさばくんやって、なんかうわちょっと怖そうやんな。やっぱりサメ、私お魚さばけないから尊敬します。いやその以前の問題でやっぱ怖いやろ。わほら結構力もいりそうやんか。硬いんでしょうしね。硬そうやんか。1日どのくらいさばくの？サメでしたら100キロ、100キロぐらいいきますね。100キロ以上やりますとしんどいですよ。他の魚と違うところは、この皮が硬いですね。アジとかサバとか比べると硬いですね。皮が切りにくいですね。サメやエイの骨は他の魚と同じくらいの切りやすさですが、皮は頑丈のため苦戦するんだとか。ペット飼ってないんですか？あ、飼ってます。ペットにはそれをあげてます？はい、やってますね。ジャーキーとかスティックスよく食べますよ。スティックはもう食らいつきますね。隠して食べるぐらい。だから主食の方を食べなくて困るんですよ、あんまりやると。美味しいもんがね、意味も分かるんですよね。さばいた後は一旦サメやエイについた海水を真水で洗っていきます。そしていよいよ自慢の軟水へ。これに2時間ほどつけることでサメやエイの匂いを消すことができます。軟水に2時間つけた後は天日干しに。余分なものを加えず無添加にこだわった製法です。すごいね、塩とか一切使ってないから無添加っていうのがすごいよね。なんか安心、安心感があるよね。やっぱりそう思うと美味しく見えてきたね。こうしてサメとエイのジャーキーは完成。こちらはワンちゃん用です。美味しそうやな、ね、うちのクッキー食べるんちゃうかな。中の毛に今度やってみようかな。うわーってバーッすごくバーってもうつくと思うよこれ。続いてこちらのサメエイスティックを。商品によって軟水につけた後の作業が若干異なる場合も。このように何度もミンチにしてスティック状の原型を作っていきます。その後乾燥、同じく天日干ししてできたのがこちら。ジャーキーサメスティック580円、結構いい値段かな。美味しそうやけどな。ワンちゃんがハマるっていうくらいですからね。なんか味がすごく濃いそうな味やもんね。なんか見た感じもね、美味しそうな気がするな。その他にも高齢のペットにおすすめのニコゴリタイプも。サメやエイには栄養が豊富？もうすごい栄養持ってます。サメもエイもコンドロイチン、コラーゲン、グルコサミン、
栄養価が高いですよ。栄養価が高いってあんま知らんかったな。あんまり知られてないですよね。そういうイメージないもんな。でもコンドロイチン、コラーゲン、グルコサミン、いいのばっかりやん。なんかテレフォンショッピングで売ってるやつばっかりやんか。もう間違いなく先生購入ですね。気が合いだな。そんな栄養豊富なペットフードはこんなところでも人気です。淡路島の玄関口、淡路ハイウェイオアシス。こちら上が前が公園となっておりまして、家族連れとかペットを連れてご来店されるお客様がよくこちら買われておりますね。やっぱり淡路島の特有といいますかね、まあ、もので珍しいと思います。そうな、ペットと人間の関係も変わっててもうほとんど人間と同じような感じやもんね。俺もたまにクッキーに話しかけても、おいクッキーとか2人きりになるとき、嫁はんいいんで子もいいんときとか気持ちはよくわかるわ。やっぱ社会が変わってるね。そしてこちらの商品はバウバウのホームページでも販売されています。あれ、社長どこかに行きますね。いいね、柴犬ちゃうか。あれ柴犬や、ほら懐いてるわ。この犬たちはうちの商品を試食してくれる子たちです。森田健です。協力してくれるワンちゃんです。そう、実はペットフード試作にあたり社長の友人の愛犬レイちゃんとレオちゃんに毎回モニター犬になってもらっているそうだわ。また開発当初 Facebook でモニターを募集し意見を募り改良を重ねていきました。なんかあれですね、社長が来た全然まだちょっともう覚えてくれてますね。おやつのおっちゃんが来たちょっと。この顔は完全覚えてる顔やな。おいしいものが来た。おっぽちぎれんばかりに振ってるもん。ものすごい態度露骨やもん犬って。わかりやすいな。わかりやすいんですよ犬は。おいしいもんくれるってわかってるね。ここでモニター犬として活躍中のレオちゃんレイちゃんのご飯タイム。普段の様子を飼い主の山本さんに聞いてみると、多分今日もいつもですけど、まず最初にこれをあげて、で2人ともねプイッとするんですよ。で後で武田さん の, スティックをこの上にちょっと乗せてあげるんですね。そしたらスティックを先食べて、あとまた食べてくれるんです。だからこれだけだったら多分食べないと思います。まずは普通のペットフード。おいでおいで、レオちゃんもおいで。はい、どうぞどうぞ。ちょっとご飯これダメ。しかしスティックが登場すると、これはどうだ、ほら座り、はい、レイちゃんもお座りよ、座り、はい、どうぞ。食べまくってるよな。さっきペットフードだけじゃ見向けもしなかったのに。うちの犬はね、ふりかけやね。ペットフードの上にふりかけかけたら食いようねんの。クッキーは初めて、みんな全く同じ態度。これずっと食べてますからね。そうなんですよ。ちょっとホッとしました。いやいや、いつも食べてくれてるんで食べないわけがない。でもちょっと社長焦ってたんちゃうか。カメラの前でもね、食べへんかったらえらいことやもんな。おいよかったな今。あほらほら、おいしそうに食べてるばっくりと。CM の後はサメとエイがさらなる進化を果たす。流通しづらかったサメやエイをペットフードとして有効活用する武田食品冷凍。実はさらなる進化が。ということでやってきたのは大阪梅田大阪新阪急ホテル。こちらの地下1階にあるバイキングレストランオリンピアでは和洋中バラエティ豊かな料理を楽しめます。なんとこちらではエイやサメを使った料理が楽しめるんだとか。はい、角煮のこちら冬瓜でございます。もともと武田社長と接点のあった大阪新阪急ホテルのシェフたちが、匂いがなく身の崩れがないサメやエイに興味を持ち、ホテルで提供することに。こちらは1日紹興酒などに漬けたエイをクミンなどの粉をまぶして油で揚げました。
その料理がこちら。あ、美味しそう。唐揚げみたいな感じやな、なんか、ね、美味しそうに見える。ね、でもさすが料理人やね、こういうところに目つけるのがやっぱすごいよな、ちゃんとね。こういう食の世界ではいろんな情報回ってきますん で、まあ、エイが今上がってるよっていう話を、まあ、業者さんの方から聞いて上げてますね。で、まあ、使ってみようかなと。まあ、初めて使った割には美味しくできたかなと思ってますけどね。残念ながらエイの唐揚げは8月までの提供。9月からはサメを野菜や甘酢甘辛ソースと一緒に炒めたこちらの料理を。これまた美味しそうですね。本格的な白身魚に見えるよね。なんかな、チンジャオロースの白身魚版ってかな。美味しそうに見えるよね、やっぱり。一回食べてみたいな。ピーマン細切り炒め、チンジャオロースのやっぱりサメ版みたいなもんやんか、ある意味で。食感がね、いい味出すんでしょうね。ビールと言っちゃ俺は飲まへんけど、合うんちゃうの、これ。えぬきさん分かるんちゃうの。パクパクいくんちゃうか、サメ。進みますよ、きっと。顔がサメみたいになるで。また地元淡路の淡路島バーガー淡路島オニオンキッチンでは淡路島シャークナゲットを好評販売中。さらにレストランだけではなく、社長は次のステップを目指しているようで。今開発、ほぼ開発ができているのが人間用の珍味、サメとエイを使った珍味をほぼ出来上がってます。エイを醤油とお酒で漬け込んで天日干しで干して、その後焼いてあるんですよ。普通にうまいですよ。社長、酒飲まれます？うん、飲みます飲みます。お酒のつまみとして、まあ、最高ですよね。いやー、程よい歯ごたえでずっと噛んでられるんでしょうね。酒ばっかり飲むんじゃが、これをつまみにして私噛んで酔いすぎるんじゃが。モニター犬になる。実はこのペットフード事業が今後の淡路島の海を手助けするみたいですよ。今淡路近海のタコがものすごい減ってるんですね。原因はいろいろあるんですけども、一つはサメとかエイがチイを食べてしまっているということが言われ出してるんですね。それとエイとかは貝類を たくさん食べるので、貝ってタコの餌になるんですよ。だからこの近海のサメとかエイを適度にとって有効に活用することが海の生態系の維持にもつながってくるということが言えるんですね。貴重な資源ですから無駄にせず使い切って、みんなで健康になって漁師さんの利益も増えて、で海の生態系を守れるということになりますから、やっぱり広げていきたいですよね。生態系まで絡んでるから深い話になってきたな。でもやっぱりサメとかエイとかを有効活用することによって生態系も守れるし、それから地元の漁師さんなんかもお金が入ったりとか地域経済の活性化にもつながるのがいいよね。研究だと思いますよ。新しいこと、新しい挑戦もあるね、はい、今までこんなしたことないし、はい、何でも挑戦ちゃいますか、はい、こんなことです。ものづくりとは、喜びと楽しみですね、いいものを出すっていうのがもう基本ですから。だからペットやから手抜くっていうこともないし、もうお客様にいいものをお届けするっていうのは僕たちの仕事なんでね、基本的にその感覚は変わってないです。まあ、今回はね、やっぱり基盤技術の凄さやね、水を変えてしまう。だからこれサメとかエイとかそれ以外にも活用できる、やっぱりこれがすごいということと、2つ目はやっぱ地域の全体にこう役立つ、地域活性化に役立つ、これが最後いろんな人巻き込んで、まあ、経済良くなるよね。これ今まで扱いにくかったサメとかエイとか、こういうものをうまく使ってペットフードにしたりとか、それから人が食べるものにするなんてすごい会社だわん。いやー、私はサメのジャーキーが気になったにゃ。私も気になったわん。でもね、僕の友達の中野家の柴犬のクッキーちゃんは多分同じようなものが気になったかもしれないし、彼は今まで甘いものばっかり食ってたから、ぜひ今度は僕はエイとかサメをおすすめしたいわん。にゃ、はい、OK です。先生、これやってて教授職に響かないですか？まあ、響くかどうかわからんけど、サンテレビ来てから俺寸劇ばっかりしてるからよ。まあ、先生ノリノリでしたね。せやね、やってまうね。ちょっとサンテレビに染められたかな俺。レトロな雰囲気が漂う神戸北野のハンター坂に一軒のバーがあります。月曜限定で午後8時から4時間だけひっそりと営業している
バーストライクです。あのマスター、さっきから気になってるんですけれども、はい、なんでこんなにメガネがいっぱい。実はね、はい、ここメガネ屋なんです。神戸市出身でメガネ屋ストライク社長の比嘉大輔さん、去年2月およそ2000万円をかけて神戸にメガネの製造工場を作りました。なぜメガネ屋さんをやろうと思われたんですか。まず好きなことを商売にしたいなと思って、メガネが一番原価率が低いって。2003年に東京の大手メガネ専門店に就職し、アルバイトから販売員、店長、仕入れを担当するバイヤーを担当に。家では趣味でメガネのデザインや製造をしていました。ではメガネの工場をご案内します。はい、どうぞ。これが工場ですね。すごいですね、はい、バーの隣にメガネ工場なんて7年前に独立し、比嘉メガネを設立した比嘉さんは、ある思いから自らのメガネ工場を作ることを決断しました。身につける時間が長いものだからこそ、オーダーメイドで納得してもらえる商品を提供したいと、国のものづくり補助金を得てメガネ屋ストライクを設立しました。今メガネ屋さんにメガネ買いに行こうとすると、サイズが一つしかないんです。顔の幅とか目の幅とか、あと目のサイズとか、その辺がお客様ってそれぞれ違うんですね。イギリスの英語としてはビスポークっていう、いう表現が割と多くてですね、その語源はビースポークなんですね。僕は結構人が好きなので、対話を重視したいんです。まあ話しながら形を作っていく。対話によってその人に合ったオーダーメイドの品を、基本は4万円で10種類以上のデザインから選び、サイズがぴったりのメガネがおよそ1ヶ月で完成します。オプションで一からデザインを作ることも可能です。自慢じゃないんですけれども、大変私不器用でして、ちょっとじゃあまず、そうですね、はい、当たり障りないところから、当たり障りないところで、怖いでしょ頑張れ不器用ガタガタの、あのギリギリの、はい、デザインから製造まで全てを体験したいという人には、25,000円で1日から3日かけて作り、出来上がったメガネを持ち帰ることができます。手作りでない場合は 0.01 ミリの精度でフレームを削り出すことができる機械を使い、最後は人の手によって仕上げをします。フレームだけではなく、レンズもこの工場で作られていて、月に100本から200本程度製造しているそうです。はい、お願いします。こっちじゃない方がいい。うわー、嬉しい。こんなおしゃれなメガネ、今までで持ってきた中で一番おしゃれですありがとうございます。すぐにバカンスに行きたいですね。たーってどれくらい売れてらっしゃるんですか。実際のところだけ言うと月に15件ぐらいですかね。はい、だからまあ正直言ってここだけでは結構しんどいのはしんどい状態。比嘉さんは三宮と大阪でメガネ専門店を2店舗フランチャイズ経営しているほか、メガネブランドのメガネの製造をしていて、安定した収入が得られているそうです。メガネのサイズを合わせることが日本で当たり前になるように、ビスポークをこの場所から広めていくつもりです。
全国各地のメガネ屋さんとパートナーを結んで、でそのメガネ屋さんでビスポーク のオーダーが取れるような仕組みなどを今後は考えて営業していきたいなと、まあ大きく言うとビスポークの文化を広めていく、その日本で定着させるってところで考えていこうと思ってます。次回のものしりサンデー、ものづくりは鉄道ブレーキ、機械メーカーナブテスコの神戸工場鉄道カンパニーに潜入。現場の方自らもですね、自分たちのその現場でもうちょっとこれは安全にするにはどうしたらいいかな、もうちょっと品質高めるにはどうしたらいいかなということを自分たちでも考えていきますので、そこに大きな競争力の差があるというふうに思っております。現場を創意工夫する、ものしりサンデーのホームページでこれまでの動画を配信中。